梅津則忠は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、出羽国久保田藩があろう。梅津氏は、宇都宮氏に仕える家系であったが、則忠の父、道金が蓄典して、日立大田に移り、急防した幼少時代を送りながらも、学問に専念した。この間、佐竹北家の佐竹義則に食いぶちを与えられ、彼の訓導を受けて育ち、 後に優れた政治手腕を発揮する素養が培われた。また、自ら吉則から返旗を書望し、森忠と名乗った。正希望という同僚と異いを生じ、正木に切りかかって負傷させた角で一時期、出奔していたが、吉則の取りなしで帰産している。吉則は森忠にとって大恩ある人物だった。森忠の湯布径に、木の春網という人物がおり、佐竹義信に、 茶坊主として使え、武勇の誉れだ各合戦でも縦横に活躍したが、若くして病没した。吉信は乗忠を公認に命じた。乗忠は、茶坊主、善阿弥として、吉信に近似して、頭角を表し、やがて雄筆となって、佐竹家の屋台骨を支える存在となってゆく。慶長五年の関ヶ原の戦いで、吉信が咎めを受けて、日立国から、 出羽国に違法されると、ノリタダは三百国を与えられて、近所出頭人に抜擢され、弟、正影や渋江正光らと共に、反省の刷新に拉致腕を振るった。久保田藩は、藩主義戦の指揮のもと、林業、工業、農業を基軸に置いた信仰を行い潤ったが、藩の発展には、ノリタダ、正影兄弟の検索の寄与するところが大きかった。 慶長19年の大阪冬の陣には子、蓮忠氏と共に参戦し、今服の戦いで奮戦して、武勲を挙げた。この時の利忠は、木から折りのホロを飾り、全身に傷を負いながらも車にニに奮戦し、佐竹の危機と癒された。翌年、徳川秀忠に拝越し、その先行を表彰されて、新国の太刀と感情を賜っている。 秀忠に褒装を与えられたことに対して多くの人々が祝いに訪れ、則忠はこれに対して具足ちを振る舞った。この共演は高齢化し、梅づけでは毎年1月17日に具足ちを振る舞う行事が模様されるようになった。その後、長年の実績を評価されて過労に抜擢され、 大阪の陣で志半ばにして戦死した渋江正光が推進していた検地を引き継いで施行し、弟正影と共に藩の地盤固めに寄与した。現那八年、志君、佐竹義信が西岸市幕府からでは百合軍の桃三段を引き返ちとすることを許可された際、義信から引き渡しに関して指示を受けた。関英元年には領内に禁教令が出された際、 ノリタダは武行として、キリシタン33人を処刑している。寛永7年、死去、去年59。ノリタダは、優れた、政治家、武将である一方で、レンガや書道に造形が深い教養人でもあり、吉信も高刈りの帰り道にノリタダの屋敷に、立ち寄りともに、歌や茶の湯に興じた。ノリタダの長男のレンた氏は、寛永5年に父に先立ち32歳で没したため、 次男の忠国が後を継いだ。乗忠以降の梅津宗家は幕末までに6人の家老を排出し、文家も多く、家中屈指の名家として、渋江宗家と並び、大梅津、大渋江と称されるようになった。しかし忠明は秋田騒動に際して、銀札推進派であったことから、家老を罷免され、金庫に所されている。忠を外する梅津宗家の屋敷は、江戸時代を通じて、 久保田城山の丸島中城区の東側にあった。当時の東西方向の道路は外堀の土手の直下にあり、現在の明徳観光事は梅寿司屋敷の敷地内である。ありがとうございます。